神様、今日こそいっぱいダンジョンでバリスを稼いできますね。ああ頼んだぜ。けど無茶はしちゃダメだよ。君が帰ってくることが一番大事なんだからね。はい、それじゃあ行ってきます。油断しないようにしなきゃ。この辺りはだいぶ慣れてきたけど、ダンジョンでは一瞬の油断が命取りってエイナさんも言ってたし、気を引き締めないと。神様、今戻りました。おかえり、ベル君。探索はどうだった？倒したのはゴブリンばかりで、稼ぎはす。まあ、冒険者になったばかりだからね。慌てて一歩一歩前進して、いつかヘスティアファミリアをビッグにしちゃおうぜ。はい。僕の力を託した。たとえ離れた場所にいようとも、僕らはいつでも、それが親と子供の絆ってもんさ。遠慮、神様だからね。僕はいつも君たちを見守っているよ。改めてよろしく。それじゃあ僕を編成して次。出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。よし、今日も頑張らないと。いっぱい稼いで神様に美味しいもの食べさせてあげないと。だから君も苦しい時は僕のことを思い、守ってあげるよ。
まだまだ強くなるんだ。神様のためにも。ありがとう、ベル君。これ。ベル君おかえり。今日の探索はどうだったかな？はい。神様の言葉を思い出したら力が湧いてきて、いつもよりモンスターを倒せました。神様、ありがとうございます。なんて可愛いんだ。ベル君。よし、今日は僕がご飯を作ってあげるから、君はそこでのんびりしてて。バトルをクリアすると、次のステージが開始。引き続き頑張って、どんどんクリアしていってくれよな。出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。ダンジョン探索にもちょっとは慣れてきたかな。もっと頑張って、いつかおとぎ話の英雄みたいに、今日はそしたらおじいちゃんが言ってたみたいに可愛い。よし、今日も頑張ろう。ミノタウロス、こんな上層で、なんで。大丈夫ですか？アンガトよ。うん？な？ええ。どうしたんだあれ、大丈夫なのか。駆け出しが無茶して童子踏んだんじゃね。ああ、
ただのドジスケか。エイナさん、ベル君、アイズ・バレンシュタインさんのことを教えてください。ダメじゃないの、いきなり5階層まで潜っただなんて。パーティーを組まずにソロでダンジョンに潜ってるだけでも危険なのに。いつも言ってるでしょ、冒険者は冒険しちゃダメだって。はい、すみません。ベル君、君はすごい幸運なんだよ。ダンジョンに潜り始めてまだ半月のレベル1の冒険者がミノタウルスに襲われて生きて帰れたんだから。はい、とにかく無事でよかった。今度から、あと血まみれで街を突っ切るのもやめようね。はい。それでアイズさんの情報を。何？もしかしてベル君、助けてくれたバレンシュタイン氏のこと好きになっちゃったのね。はい。アイズ・バレンシュタイン、ロキファミリア所属、現在のレベルは5。剣の腕はオラリオでも1、2を争うとされ、神剣の姫、剣姫。そのくらいは僕でも知ってます。そうじゃなくて、趣味とか好きな食べ物とか。特定の相手がいるのかとか。そうです。今までそういう話は聞いたことないな。本当ですか？でも現実的に考えて難しいと思うよ。君はもう神ヘスティアの恩恵を受けたヘスティアファミリアの一員なんでしょ。ロキファミリアで幹部も務めるバレンシュタイン氏とお近づきになるのはいろいろ問題があるの。わかっ、ほら元気出して。今日稼いできた魔石、換金している。はい。じゃあ僕、今日はこれで。ベル君、あのね、女性はやっぱり強くて頼りがいのある男の人に魅力を感じるから、めげずに頑張っていればバレンシュタイン氏も強くなったベル君になら振り向いてくれるかもよ。はい、ありがとうございます、エイナさん。ちょっと甘かったかな。